皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。今日は、プラザトークということで、OM1 で表現する自然風景をテーマとしてお話しさせていただきます。OM1 発売されたのって、2022年の3月だったので、もうあと、来年3月になるともう間もなく2年になるということで、本当に早いなと感じております。で、昨年から今年にかけて、撮影した作品、 OM1 で撮影した作品を今回お見せしたいと思います。春から始まって、冬で終わるという感じになります。はい。こちらはですね、手前は梅の花で、奥は竹林ということで、今回のね、大きく伸ばしていただいたのは手前が柿で竹林ですけども、まあ、似たような感じで、これは埼玉県の里山の方で撮影しました。で、朝一番の光で撮ることによって、白い梅がね、ちょっと赤っぽくなっているのが感じられるかと思うんですけども、これ3月3日に撮影しまして、その時の日の出が6時10分だったんですね。で、撮影時間が6時半ということで、日の出20分後に撮影しています。はい。で、次にですね、今お見せしたのが左側の写真なんですけども、その隣の右側の写真はですね、6時48分という時間帯に撮っていて、これをね、2つ比べていただけると時間帯の色っていうのが見ていただけるんじゃないかなと思います。やはり日の出、20分後は少し赤みのある色になって、だんだん太陽が上がっていくとちょっと黄色っぽくなります。で、まだね、こういった光も朝方の光ではあるんですけども、やはり朝一番の光って赤いので、これは順光というよりは右からちょっと光が来ているんですけども、朝一番の光でこういった白い梅もね、ピンク色に染めてくれるということで、皆さんも本当わずかな時間だけなんですけども、日の出が出る前に自分がどういったところで撮ろうっていうのはある程度シミュレーションをしておくと、ここはね、梅の花っていうのを撮ろうと思って行ってるんですけども、いろんな被写体があるとどうやって自分が回ろうかなっていうのをある程度考えておくと、時間を大切にね、使えるんじゃないかなと思います。はい。次、こちらはですね、今年の3月に埼玉の森林公園で撮影会をした時に、OM システムの、ね、撮影会だったので参加いただいた方は皆さん、これをちょっと撮られているかと思うんですけども、拳 の、 枝ぶりのいい木が、ね、1本あったんですね。で、公園ってなると風景写真というとやっぱり望遠レンズで、ね、切り取りが多くなってしまうのかなと思うんですけども、こういった1本の拳の木を入れながら、周りに森のね、雰囲気も画面に取り込むことによって、あたかも自然の風景をね、自然の中で撮ってるかのように見せて撮りました。で、少し露出をアンダー目にすることによって、この拳の白がね、浮き立って見えるような、露出を選択しています。はい。こちらはしだれ桜の風景なんですけども、ここはですね、山梨県の山梨市にあるおっかずまの桜って言って、とても有名な桜で、樹齢が100年から150年ぐらいって言われてるんですけども、しだれ桜ってね、結構支柱が邪魔でなんか取りにくいところがあるんですけども、ここは支柱がないので、周りに、ね、ロープはあるんですけども、比較的取りやすいところじゃないかなと思います。で、私もこれ10年ぶりにね、行ってきて、その前はフィルムカメラで撮っていたんですけども、日中に行ったので、ここは富士山とね、一緒に撮れるっていう場所なんですけども、どこから富士山が見えるのか分からなくて初めて見たんですね。そしたら、ちょっと光的にはちょっと半逆光っぽくなるので、ちょっと撮るの難しいんですけども、桜のね、右側に富士山を入れて、撮影しました。で、早朝行くとやはり空気が澄んでいるので、より富士山がクリアに見えることがあるので、富士山と撮りたいのであれば早朝に行かれることがおすすめします。で、PL フィルターをかけながら、
しだれ桜を画面に入れて撮るんですけども、やはりちょっと半逆光気味なので桜がね暗くなっちゃうんですね。でこういったものも老現像で少しシャドウ部を持ち上げて仕上げた作品になっています。はい、あ、岡妻の桜っていうところですね。はい、はい、でこちょうどね青空もとても綺麗だったので、ここは一周は回れないんですけども、380度以上はぐるっとね回れるのでで、180度以上大変です、はい、は回れるのでぐるっとね回りながら撮影されるとこういったね一本桜はいいのかなと思います。で青空と桜ってなかなか撮りたくて撮りたい時に逆にね曇り空だったりするので、こういった青空の時は本当にいろんなバリエーションで撮るようにしています。で左の写真左上はですね順光で撮っています。で順光で撮ることによって PL フィルターもしっかり効かせながらで効かせすぎてしまうと空がねちょっと 青くなりすぎてしまうので、ファインダーで見ながら調整して撮っています。で、上の右はですね、またちょっと、左側に回って撮っていて太陽は、左側から来てるんですけどもちょっと半逆光気味ですね、はい、という位置で撮っています。で逆にですね下の作品はですねこの、順光で撮ったのの反対側に向かって撮ってるので、このねちょっと林が後ろに映ってきています。で逆光なのでとても輝いてね描写することができました。でレンズも8-25を使ったりですとか、12-40、レンズ交換をしながら撮影しています。はい、次こちらはですね山桜の風景なんですけども、やはり山桜は霧とよく合いましてちょうど小雨降る中撮影しています。で霧もね真っ白すぎると本当に真っ白になってしまうんですけども、わずかな霧が流れるそういった時にシャッターを切って、奥のね少し奥にもちょっと山桜があるんですけども、それも見えるぐらいの、霧の濃度の時に、撮っています。でここの桜はですね、こういう感じになってるんですけども、これは夕方撮っていますね。で同じ桜でも皆さんね時間帯によって全然表情が変わるので、ここは朝日も撮れるんですけども、これは夕方街明かりと一緒に撮っています。で奥にちょっと橋本のね街明かりだと思うんですけども、それを入れながら撮影しました。で山桜の露出に合わせるとどうしてもこの町明かりっていうのは飛んでしまうので、これはハーフ ND フィルターで空とあとは町明かりのところまでフィルターをかけて上下の露出をしっかり合わせながら完成形に現場でね完成形に仕上げています。はい、で ISO 感度も1600に上げて 1.7 秒というシャッター速度だったので、この時風がなかったのでね 1.7 秒というシャッター速度で撮影することができました。はい、で皆さんもね同じ桜でも本当時間帯によって表情を変えてくれるので、ぜひ朝とか夕とか撮っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、次こちらは水面に落ちた花びらとあとは椿の一輪のね花を入れています。でこれは100-400のレンズでかなり望遠レンズで撮ってるので、ピントは椿のしべのところなんですけども、なので徐々にね奥につれてちょっと、ボケてる風景になっています。で桜の花びらもやはりすでに落ちて時間が経った花びらはだんだん黄色くなってきて、で落ちたばっかりの花びらはまだ本当にとても綺麗で、作品の中にね時間の経過なども写し留めたものになっています。はい、でこちらも水面に落ちた花びらの
をライブ ND という、ね、機能を使って、20秒録音しました、はい、で睡蓮の周り、これ睡蓮の葉っぱが、ね、あるんですけども、その周りを風で動いているというよりは水がゆっくりゆっくり流れている感じですね。で風が吹いていると逆にこの睡蓮の葉っぱが揺れてしまう、20秒も録音しているとボケてしまうので、やっぱりこういった時は風が吹くというよりゆっくり水の流れがの動きっていうものを表現して撮影しました。で PL フィルターをね、水面があるので PL フィルターは効かせることによって、まあ、睡蓮の葉っぱの反射も消せますし、あとは水面もね黒く落とすことによって桜の花びらの色っていうのが浮き立ってくるので、よりスローシャッターで流した時に黒の中にね白がとても綺麗に見えるので、まあ、PL フィルターもこういった時は使ってあげるといいかと思います。はい、次こちら片栗の風景なんですけども、実はちょっと空がね曇り空になっているので、奥はソメイヨシノの桜なんですね。でこれは東北で撮影したんですけども、東北ゴールデンウィークぐらいに、片栗と桜が一緒に撮れまして、まあ、その春の共演というものを一枚の作品の中に表現してみました。でちょっとね片栗が若干終わり気味なんですけども、まあ、ギリギリねなんとか綺麗な花を探して、8-25 のレンズで、かなりこれは寄ってます。最短撮影距離ぐらいに寄りながら、この手前の片栗を大きく見せながら奥行きを出しています。で右にはね道路があったので、どうしてもその道路ちょっと右側は少しボケてるので実は道路が映ってるんですけども、まあ、こういった時はね青空の方がよりこの桜がねより見えてよかったのかなと思うんですけども、まあ8-25のレンズの使い方ということでこちらの作品をお見せしました、はい。次こちらはですね、これも東北でゴールデンウィークに撮ったんですけども、田沢湖の近くに、抱き返り渓谷というのがありまして、玉川温泉からずっと酸性の成分のね水が流れてきて、ここもエメラルドグリーンがとても綺麗な渓谷です。でやはりかなり歩くので、まあ12、そういう時はね私は今最近だと12-100のレンズを持っていて、まあ1本でねなんとか済んじゃうっていう便利ズームのレンズなんですけども、まあ、新緑を入れながらこのエメラルドグリーンの水面が見えるような立ち位置で、また PL フィルターをね少し調整しながらこのエメラルドグリーンの色も表現しています、はい。次こちらは、皆さんね大好きな残雪とブナの新緑という風景なんですけども、今年はですね、本当に暖かくて春の雪解けが早くて、なかなか残雪と、ブナの新緑っていうのが撮りづらかったんじゃないかなと思います。でこれもゴールデンウィークに、新潟県の大厳寺高原のところに車を置いて、30分ぐらい歩くとやっと残雪がね出てきて、で小雨降る中まあ、歩くのが大変なので、まあ、これも12-100というレンズを持っていって撮影しています。でやはり霧が出ると本当にブナのねグラデーション、木の幹のグラデーションもとても綺麗 で濡れた幹の地位の模様というのもブナの木ってとても美しいので、まあ、木の重なりなども注意しながら撮影した一枚になっています。はい、まあ、これは皆さん関東の方だと場所は分かるかと思うんですけども、これは日光の竜頭の滝上の橋の上から俯瞰して撮影しています。はい、ミツバツツジがねちょうど満開でとても綺麗だったのと、あとは新緑ですね、まあ、新緑を入れて撮影しています。で橋の上から俯瞰するのでどの位置がねいいのかなってこうやって歩きながら探すんですけども、まあ、こういった手前にある岩ですね、岩を両脇に持ってきて、で奥は中禅寺湖
やっぱり中禅寺湖を見せることによって奥行きが出るかなと思って、そういった立ち位置で撮影しています。これもですね、ライブ ND を使って 1.6 秒というシャッター速度で、水の流れは、まあ、滑らかにね表現してみました。で、今年はですね、日光では白夜潮がとても綺麗だったんですね。で、まあ、何年かぶりに花付きもとてもいいということで、行ってきたんですけども、これは道路を走っていて見つけた風景で、まあ、車を止めて100、400というレンズで、切り取っています。で、まあ、日光はねツツジ系の花がとても綺麗なところで、作順番としてはゴールデンウィークぐらいに、赤ヤシオが咲いて、で次に三葉ツツジが咲いて、で白ヤシオで山ツツジみたいな、そういった順番なんですね。なのでこの時も白ヤシオが満開だったんですけども、すでにもう三葉ツツジはちょっと終わりかけてるんですけども、まあ、新緑と白ヤシオと三葉ツツジということで春の共演を望遠レンズで切り取った作品になっています。で、まあ、望遠レンズを使うと、ね、圧縮効果もあるので、より白ヤシオの、ね、華やかさとかそういったものも表現できたんじゃないかなと思います。はい、これはですね、まあ、バッタのバッタを見つけてね、90ミリマクロで撮った作品なんですけども、朝はやはりこの、日光キスゲのねお花畑で朝日を入れながら撮ったんですけども、その後ですね、まあ朝方こういったね虫も動かないことが多いので、90ミリマクロ最近カバンの中にも必ず入れるようにしていて、至近距離で結構撮れたので、90ミリマクロで手持ちで、まあ、角度をねちょっとアングルを探すことによって上にちょっと虹色のボケができたので、これは肉眼でもねファインダーから見えてます。それを意識しながらシャッターを切った一枚になっています。はい、これはですねカモミールのお花なんですね。私初めてカモミールのお花っていうのを見た 花畑に行って、これ広島県で撮ったんですけども、まあ、カモミールの花畑っていうのもちょっと珍しくて、花摘みなんかもねやっている場所なんですけども、そこにちょっと撮らせていただいたものになっています。でお花を撮る時なんですけども、やはりちょっとねアングルを下げてあげることによって前ボケが、ね、できるんですね。でその、ま、前ボケを入れながら、一輪のねちょっと飛び出た花を主役にしています。で飛び出た花も背景の色をちょっと暗いところに当ててあげることによって、よりそこに視点がね視線が送れるんじゃないかなと思って、これは40-150 の F2.8 の開放側で撮った作品になっています。はい、これはですね、秋田県 の渓谷で撮ったんですけども、前日ですね、夕立が降りまして、その翌日です。でここは夏になると水温と気温の差で川霧が発生するんですね。なので川霧は本当によく発生するんですけども、その川霧のはここまで上に上がらないので、普段はねこの辺なんですね。この辺で光芒が出るんですけども、やはり前日雨が降ったことによって全体的に湿度が高くて、もう本当にねダイナミックな光芒が出ました。なので川霧プラス雨上がりっていうと、本当にね光芒のラインもとても上綺麗ですし、なんかやっぱりこういった雨上がりってすごいなと思いながら撮影しています。で OM-1 でこういった工房を撮るときに、私は、まあ、いつもではないんですけども三脚ハイレゾショットや手持ちハイレゾショットを使うと、やはり8枚三脚ハイレゾショットだと8枚合成してくれるので、工房がねすごい華やかに映るのと、あとは、水の流れですね。水の流れも滑らかな表現になしてくれるので、まあ、比較的三脚ハイレゾショットとか手持ちハイレゾショットを使うことが多いのかなと思います。はい、
こちらはですね、7月に OM システムゼミの撮影会で大船フラワーパークというところに行ったので、参加した していただいた方は皆さんねファインダー見ていただいたのかなと思うんですけども、こういった白いね睡蓮の葉っぱが花がたくさん咲いてたんですけども、あえて画面の中に一輪だけね入れることによって、やはりPL フィルターで水面を暗く落としていることによって、黒と白の対比でよりこういった画面の中にね小さくても主役になれるという、そういった作品になっています。でさらに、この睡蓮の葉っぱも画面デザイン的にね切り取った作品になっています。はい、次これはですね、水に映ったハスの花と葉っぱなんですけども、撮るときはね逆側で撮ってるんですね。で水面の映り込みで風がないときって本当に揺らぎもなくてとても綺麗なので、それを作品とするために逆さにしています。撮ってるときは反対側に向かってるんですけども、そうやってねちょっと作品に仕上げてみました。でちょっと少しだけ下に揺らぎも入れています。はい、ここからが秋の風景になるんですけども、ブナの樹海ですね。ブナの樹海と、雲海と、空を入れて撮っています。で人間の目ってよくできているので、実はねこのブナの樹海とこの雲海と空の露出っていうのはかなり輝度差があるんですね。そういった時にやはりハーフ ND フィルターを使って、この雲海の部分と空の部分にちょっと斜めにかけてあげる角型のねハーフ ND フィルターをかけてあげると、手前の樹海の露出とあと雲海と空の露出を合わせることができます。はい、でこれはですね、今フォトコンの11月号に、ハーフ ND フィルターの、ね、使い方で記事をちょっと書いていますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。はい、こちらはですね、秋田県の八幡平側になる大沼で撮っています。でこういったシンメトリーの風景なんですけども、巡光で後ろから光が当たってくるととてもね撮りやすいですし、PL フィルターと、ハーフ ND フィルターを一緒に合わせて使ってあげると本当に上下の露出がしっかりね特に空の色ですね、全く同じ色で表現することができます。でこういったシンメトリーの風景なんですけども、普通にこの上の露出に合わせると、実像の上の露出に合わせると下がどうしても暗くなっちゃうんですね。でそういった時に下の露出に合わせながら上は飛んでしまうので、そこにハーフ ND フィルターをかけるとこうやって上下の露出がぴったり合うように撮影できるので、ぜひ皆さんね現場でこういったことも細かいことなんですけども、後処理でやるよりは現場で完成形に近づけてあげた方が撮影の楽しみっていうのも味わえるんじゃないかなと思います。はい、はい、これは紅葉と霧の風景なんですけども、手前は漆の紅葉ですかね、多分そうだと思うんですけども、それを入れながら奥に、ね、霧が入っています。でやはり霧の時ってどうしても霧が濃すぎちゃうとこの後ろに映ってる木々は映らなくなってしまうんですね。なので、霧がちょっと待つと霧がね薄くなったりするので、こういった ところでは忍耐強く少し待ちながら霧が薄い時にシャッターを切ってあげた方がより幻想的に表現できるんじゃないかなと思います。はい、はい、こちらはですねもう晩秋の風景になるんですけども、これ分かりますかね、この木有名な木だけ見て分かんないです。有名な大峰高原にある七色の大カエデっていうのがあるんですけども、その、ね、根っこを入れながら落ちた葉っぱ
モミジの葉っぱを入れて撮った作品になっています。少し上からあの光が当たって柔らかい光が当たってるんですけども、こういったね晩秋の風景も見逃さずに、まあ、足元の風景になるんですけども、赤い落ち葉の絨毯を、まあ、巨木の、ね、幹を入れて撮った作品になっています。はい、はい、こちらがですね、つい最近11月ですね、御岳渓谷の OM システムゼミの撮影会で撮った作品になります。で、日陰の渓谷にちょうど対岸の日が当たった紅葉の映り込みが水面に当たっています。で、この時は青空だったので、この岩にもね青空が乗っていて、とても映り込みが綺麗でした。で、今日ね来ていただいた方にも、参加していただいた方いらっしゃるんですけど、とてもねなんかまあ、これは全体的に背景はオレンジ色になってるんですけども、立ち位置によってね本当にそこの紅葉の映り込みがいろいろ変えたりとかできて、とても素敵な作品を撮ってらっしゃったんですけども、これはですねちょうど立ち位置がローアングルにならなくても、もう目線でこの色が見えてたんですね。で、40-150のレンズにテレコンをつけて、なんとか岩のね配置も考えながら撮ってるんですけども、この時私も電車で行ったので、レンズはなるべく少なめにねしていったので、100-400を持ってればもっとねここだけを切り取ることができたなーなんて、そんな風に思っています。で、これもライブ ND を使いながら、シャッター速度はいろいろね撮って、帰ってからモニターでシャッター速度の、まあ、滑らかに全体的に色も乗ってるものをセレクトしています。はい、はい、次こちらはですね、ススキと雲海と、まあ、朝日を入れた作品なんですけども、ここ最初はですね雲海と山並みと朝日だけを撮っていたんですね。で、そうした時に雲海に特にそんなに動きがなくて、つまらないなって思いながら撮っていました。撮っていましたっていうか、まあ、朝日が入る前ですね、太陽が昇る前は雲海と山並みだけで撮ってたんですけども、なんか手前に主役になるものがないかなと思って、ちょっと下の方に降りていったら、ちょっとアーチ状のねススキがとても綺麗だなと思って、それを主役にしています。で、それを主役にしながら雲海を脇役っていうことで、ちょっと視点を変えるとやはり作品って全然変わってくるので、雲海を撮りに行ったんですけども、主役は雲海にしないで、何かね手前に入れてあげるっていうのも一つの表現方法じゃないかなと思います。で、これもね手前とあと空のと雲海の露出は輝度差があるので、ハーフ ND フィルターで露出を調整した作品になっています。はい、はい、ここからが冬の風景になるんですけども、だんだん冬になっていくんですけども、まず霜の風景ですね。もうすでに落ち葉の色は抜けてしまって、本当にカラカラな落ち葉、まあ、冬はね乾燥もすごいのでカラカラな落ち葉なんですけども、そこにやっぱり霜がつくととても美しくて、でその中にでもですねちょっと特徴的な落ち葉をねポイントとして入れてあげると作品になるんじゃないかなと思ってます。で、これはですねちょっと分かりますかね、この丸のくるっていうのをねまあ、可愛らしいなと思って、それをちょっと画面の真ん中よりは少し右に置いて、まあ、フレーミングしています。で、作品解説の時にもお伝えしたんですけども、この霜は地面なので、地面とそのレンズを平行にしてあげると画面全体にねピントが合うようになるので、そういったことも気をつけながら撮ってみました。で、こういうのもね動かないので、手持ちハイレゾショットや三脚ハイレゾショットを使ってあげるといいと思います。はい、こちらはですね皆さんも東京
ご存知の風景かもしれないんですけども、あの多摩川の、あの朝霧ですね。で、何年か2年前かなぐらいに台風が来て、ここも流れが変わってしまって、本当にカメラマンが最近本当にね来なくなってしまったところなんですけども、そうは言っても、あの、まあ、撮り方によって作品にまだまだなるんじゃないかなとは思います。でこの時はですね、手前の、あの岩のねボコボコボコというのを入れながら、まあ、川霧が奥はすごいいっぱいあるんですけども、こういった岩場のところにもちょっと川霧があるので、主役はこのボコボコっとしたあの岩に朝日が当たってるのを入れながら、あの奥にねちょっと太陽を入れています。はい、でも皆さんね、よくあのぜひあの多摩川もね、あの近い、皆さん近いかと思うので、あの出かけてみてください。はい、次こちら氷の風景なんですけども、これは90ミリマクロで撮っています。なので本当にあの小さいところを、小さい氷なんですけども、あの、まあ、90ミリマクロを撮って撮影することによって、こんな表現もできます。でこの虹色、氷の虹色はやはり角度をねつけないとこういった虹色見えないんですね。あの、まあ、さっき全体的にピントを合わせるにはカメラと地面を、ね、平行に したらいいですよっていうお話をしたんですけども、平行にするとこの虹色は見えないので、これはあのもう本当にしゃがみながら、あのちょっと角度をつけて虹色が見える、あの PL フィルターを使ってね虹色が見える角度で撮影してるんですけども、そんな時にやはりあの被写体深度でもう奥がボケボケになっちゃうんですね。なのでこれも深度合成っていうのを使って、これは手持ちで深度合成を使って撮っています。はい、あの深度合成手持ちでも結構あの撮れるので、ぜひ皆さん使われるといいかと思います。はい、はい、こちらはですね、昨年の CP プラスの時に大きく伸ばして展示していただいた作品なんですけども、群馬県の赤城山で撮影しています。で前日はね大荒れで、翌日晴れるという天気予報で、行っています。で、駐車場から約40分ぐらいね歩くんですけども、まあ、汗をかかないくらいにゆっくり歩いて山頂に登った時は、まあ、あの天気予報でね翌日晴れって言ってもなかなかねその通りにはならなくて、最初は本当にもう霧が真っ白で何も見えない状態でどうなるかなと思ってちょっとね、待っていたら日の出とともにね霧が 薄くなっていたんですね。で、まあ、太陽が霧の中から、まあ、出てきてもかなりあの山から太陽が上がっているので強い光なんですね。でその強い光を、まあ、やはりあのこれもハーフ ND フィルターでかけて調整しています。でやはり朝 の霧の中から出てきている太陽ってその霧も染まりますし、あのこういったあの霧氷の木々を、ね、ピンク色に染めてくれるので、とても幻想的なあの風景になっています。で奥はあの小沼ですね。小沼がこのここの奥の湖は小沼がもう凍っている状態ですね、が映っています。はい、はい、次こちらはですね、やはり日中になるとなかなか撮るところがねないないないって皆さん言われるんですけども、こういった影を狙ってあげるとあの日中の撮影はいいのかなと思います。でやはり前日雪が降った後の雪面というのはとても綺麗で、まあ、そうは言ってもね木からポタポタ落ちてきて、実はこういうのはちょっと落ちあのポタポタ落ちたあの後なんですけども、あのこれは本当に木のね影がとてもラインで美しくて、それをデザイン的に切り取りながら奥に少し木立を入れてあの表現した作品になっています。はい、はい、次こちらあの霧ヶ峰のダイヤモンドダストなんですけども、これはですね昨年1月の31日だったかと思うんですけども、あのもう強烈なダイヤモンドダストでした。私が見た中でも一番強烈なダイヤモンドダスト で残念ながら見ての通りカラマツに霧氷がなかったんです。でこんな時もねあるんですよね。
で、まあ、あの最近私はあの車山方っていうところに車を置いて、そこから、まあこのお立ち台のところに行くにはそんなにあの下がっていくだけなのでそんなに大変じゃないんですけども、これを取った後にですね、もう切りあの無表がないので今度登っていくのは結構大変で、で、次に、ね、撮影したのがこちらになります。唐松には無表がなかったんですけども、ちょっと登っていくとススキには、ね、無表がついていました。でやっぱり無表があると白く、ね、あの輝いてくれるので、ちょっとダイヤモンドダストはもう朝の一番の色はなくなってしまったんですけども、こういったダイヤモンドダストというかサンピラーですね、これは最初の、はい、を入れてあの撮影しています。はい、でこの後に、ね、撮った作品を今度1、2月号の風景写真が12月の20日に発売になると思うんですけど、その作品はそこであの発表してますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。はい、でやはりね、歩くことによってやっぱり自分だけのね被写体っていうのも見つけられますし、まあ、お立ち台のところはお立ち台のところでいい、あの、まあね、本当にあの素敵な風景だと思うんですけども、こうやってちょっと歩きながら撮るのもいいのかなと思っています。はい、でやはりね、40-150の F2.8 っていうレンズが、さっきもねお見せしたこれ、手前に来るあの結晶がやはり 2.8 の開放側を使ってあげることによって、こういうボケがねとても綺麗なんですね。なのでこの40-150の F2.8 っていうレンズは本当ダイヤモンドダストにあの F2.8 で撮ってあげるといいかなと思いました。こちらが最後の作品なんですけども、これはですね、今年の、1月に東京で雪が降るっていう予報の日があったんですけども、残念ながら東京では雪が降らなくて、私は河口湖の方に行ったんですね。それなんかなので、あの雪の風景撮れたんですけども、ちょうどね、カラマツの木になんか木をめ再生のために皮をめくっているみたいで、皮をめくった後がこういったね、杉の木ですね、杉の木に皮をめくるとこうやって赤くなったりとかで、ちょっと緑っぽい色、そういった木 の色の美しさ、そういったものに惹かれて、木の幹を色のついた木の幹を入れながら、雪の降ってるね銅管を表現した作品になっています。で冬ってどうしてもこういった 木を入れるにしても、どちらかというとこういうねモノトーンの色になってしまうので、少し赤っぽい色とか緑っぽい色があることによって、やはり色をね表現できるんじゃないかなと思って、これは木の幹の並びなども注意しながら作品にしています。で雪を降る銅管で表現する際なんですけども、まあ、私はですね、だいたい60分の1っていうぐらいのシャッター速度で撮ってあげると、こういう木のね幹にシャッ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 ってそういう軌跡が映るんですね。でそんなことも、まあ、雪の降り方によってちょっと微妙に違う時もあるんですけども、これも60分の1ぐらいで切ったものになっています。はい、ですごい吹雪くことによって、霧のようにね、奥がすごい霧のように霧が出てるわけじゃないんですけども、吹雪いてるのがちょっと後ろにうっすら映っている感じになっています。はい、でその時のね撮影シーンをこれちょっと撮ってもらったんですけども、普段ね、OM システムのカメラ防塵防滴なので、こういったところは結構雪がフードに乗ったりとかしてて、で自分は濡れたくないのでしっかり傘で防いでるんですけども、まあ、こんな感じで撮影しています。で、右がちょうど今作品お見せしたの背景がね杉になっているかと思うんですけども、普段はね望遠レンズに1台には望遠レンズ、1台には、12-40 のレンズをつけて、こんな撮影スタイルで撮影しています。はい、で皆さんね、これから冬の撮影に入ってくるかと思うんですけども、やはり寒いって思うとなかなかね撮影する気も起こんなくなってしまうので、まあ、防寒対策はしっかりとということで、まあ、手袋
帽子マフラーネックウォーマー使い捨てカイロなどで今ねモバイルバッテリーでなんか暖かくなるベストとかそういったね優れものもいっぱい売ってますのでそういったねのも用意しながら撮影されるといいと思います。で足元もですね防寒用の長靴やあと氷のところに行くときにはチェーンアイゼンあとは本当にもうすごい氷 の固まったところに行くには本格的なねアイゼンやあと雪のところはスノーシューとかかんじきなどを用意されるといいかと思います。で車の装備もですねやはりスタッドレスタイヤやチェーンあとスコップとかがあるとやはり狭い道路ですれ違いになった時にやっぱりスコップでね雪をどかしてあげるとかそういったことも必要なのでスコップとかねそこに写真載せてますけども雪下ろしのブラシなども用意して安全第一でね撮影に臨んでいただきたいと思います。はい、今日は最後までご清聴いただきましてありがとうございました。